千金。どうもどうも、おチャンネルだー。今回もですね、スクラッチの動画でございます。はい、スクラッチも残り、これ合わせて2回もうたった2回です。この夏、9月の1日までの月の中では、残り1回ですね、これ以外は。はい、もう何回でね、僕途中で、挫折して何回か飛ぶかなと思ったんですけど、なんじゃかんじゃね、朝の投稿になったりもする時も ありましたけど、なんじゃかんじゃ間に合ってたんで、まあ、最後の最後なんでね、これ外せねえやと思ってるます。はい、なんか発音がおかしい。はい、じゃあ早速ね、やっていきたいと思います。はい、いきます。1枚目でございます。前回借りきれなかったんで、5円玉に変えてます。いきます、1枚目。あ、なんかいいですね。なんかまた感触が違う。あの、手元に近い、めちゃくちゃ近いよ、これ。手元に近いわ。おい、あ、いいですね。2等ですね、可能性ある。いきます。オラ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 。コンコンコン、釘を刺す。スレや、スレスレ。はい、じゃあ行きましょう。2枚目でございます。行きます。ちょうどね、そうなんです。昨日もね、違うと言いますけど、小倉の方に出張行ってる状態と、あとね、そうなんです。土曜日にね、唯一少ない趣味の中で行ってる山登りにも行ってるんで、この動画を投稿した日は、多分、もう筋肉痛ヘロヘロになってるんですけど、それでもね、やっぱ投稿したいなってすごい思ってたんで、あれですよ。前撮りです、これ。前撮り。もう多分大体わかると思うんですけど、前撮りです。はい。とりあえず行くか。行きます。とりあえず1枚目は出せよ。何でもいいから出せよ。もうそう、何でもいいよ。もうこの際、最後だし、最後の最後だし、いいよ。ダメだよ、いいよ、ダメだよ。全然よくねえ。マジで全然よくねえわ。よくねえな。この辺あたりで出してたらね、バランスいいんですけどね。じゃあ行きましょう。3枚目でございます。行きます。はい、なるほどなるほど。これ2等ダブってるやつ。あ、もうやっぱ1等ダブルきたじゃん。おお、やばい、1、2等ですね、これ。で、見ないとこ先削っちゃいましょうか。いきます。かりや、なんでうんこだな。なんでよ、なんでだよ。まあでもすみません、4枚目ですね。とりあえず削り流してみます。そう。この夏、本当に毎日とかやってよかったなって思ったことが本当に一つありまして、まあもちろん生活のリズムがどうのこうのとかっていうのもあるんですが、まあ以前にですね、やっぱ自分の中で、編集ポイント、こうした方がいいねっていうのをすごい見出せた感じがするんで、それはよかったなと思っております。ただね、これ絶対来るよね、ここ。来るよね。これは良くないよね。いきます。こい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 。これでもいいよ。おお、でもあれですね、ありがとうございます。バランス良くなってきた。バランスは良くなってきた、なってきたんじゃないですか。ありがとうございます。200円でございます。4枚目ぐらいで出しといて、まあ次6、そう、469ですね。469が一番いい、出る順番です。いきましょう。5枚目でございます。まあ何でもね、ものにはタイミングってありますから、まあこの間ありがたいコメントいただいた方にも、まあそのエンターテインメントとして編集方法とかも、まあよくっていうか、まあその面白い感じになりましたねみたいな
ニュアンスをね言っていただいたんで、まあ、あの自分の中でもそれをそうしたいなと思ってたんで、まあ、それは伝わったなと思ったのが、まあ、僕の中ですごく嬉しかったのと、まあ、間違ってなかったなと。その今の動画ちょっと前まではもうこれ以上何も手を加えることができないと思ってたんですけど、まだまだあるじゃんと。そうだ、一芸で言うと僕はもう宝くじがないんですけど、志村けんさんも言ってたのはもう俺は2つしかねえと、50年60年やっても2つしかねえ、それをどんどんやれと。やる、俺はやる。はい、じゃあいきましょう。これ何頭ですかね。これは3頭かな、と2頭ですね。いきます。渋いよ、本当に渋い。これマジ渋いよ、マジで渋い。はい、行きましょう。6枚目ですね。2、4、おかしいな、2、4、そうですね、6枚目ですね。まあでもあのまたちょっとね、9月からはまあ宝くじ以外、まあゲームをやめた男ですから、まあちょっとね、個人的には多分これは伸びるだろうなみたいなのがあるので、ちょっとねやっていきたいなと思っております。はい、じゃあ2頭かな、いきます。隣にはね、なんかまあまあこいつって来るもんじゃないですか。クラッチもそういうもんじゃんだと思ってたんですけどね、そんな感じ。まあでも確かに出てほしいなって思って、通報を持ってる方が来ないかもしれない。考えはしねっと、なんかさらっとがあってしれっとみたいな感じで出る時はあると思います。はい、まあ僕はね、もうまあまあ、あとほんとね、当ててないの等で言ったら1等だけなんですね。全部まあ5か、1はめてとか2から6まで全部あったんで、あと1等なんですよね。当てたい。では7枚目いきまーす。まあでもね、ここまで長いこと削ってたら、まあもちろん慣れ出てくるんですけど、あのね、なんすかね、まあやっぱりそのある程度どんな目が出ても焦らなくなるんですけど、これは焦る。だってこれ坊主じゃん。もうなんでよ、なんでなんすかね。まあね、こいつは一応ね、削るところが自分は真面目だなと思います。普通だったら削んないです。まあでも今日出なくても別にいいんですけど、明日かな、次出たらめっちゃ有名じゃないですか。夏休みの最後の最後、今までの約40何日間は全部混むための布石だったってなるじゃないですか。それはめちゃくちゃ夢があると思う。はい、いきましょう。8枚目でございます。いきます。今嫌な音だった、耳こしょばってなるやつ、わかります？ないですか、黒板ガリガリみたいな、そういう系ですよ、そういう系。はい、行きましょう。3頭の可能性、行きます。でもな、終わってんじゃん。で、マジ200円しか出ねえじゃん。なんだよ、どうなってんだよ。今日発売日だぜ。発売日に買って発売日に撮ってますから。いきましょう。9枚目でございます。いきます。もうこの音嫌やってたから、キュッてなるっすね。ゾゾゾってなる。おー、もう1枚いっとく。6と、いきます。もう1枚出てもいいよ、出てもいいよ、出てもいいよ。パーン、コンコン、釘を刺す。してよ、出してくださいよ。あ、じゃあ行きましょうか。最後10枚目、まだ諦められない。俺は出したいんですよ。そうなんです。いきますよ、最後の最後、いきます。10枚目ゆっくり行こう。まあ焦らなくてもいいです。そこで言うと焦らなくてもいいんです。でも出したい気持ち強えわ、やっぱ出したい。え
ちょ、終わってるやん、最後の最後でこれある？明日に続きます。